こんんにちは、えー、もねさんお疲れ様でございます、えー、今回の FX の解説はどの辺りまで仮説を立てることができたかで一つの仮説が崩れた時に次の仮説にすぐにこう浮かび上がるのかどうかってことが試された回ではなかったかなと思うんですよね、まああのー。どんなことがあったかというとまずはねダブルボトムっていうのがありましたよね一番最初にお話ししましたダブルボトムに気づけたかどうかなんですよ。 でダブルボトムの後一回上昇したんですけどもその後すぐにね下落していってトリプルボトムの様子を呈したわけなんですよでトリプルボトムがあ気づけた人っていうのは一旦上昇にこうエントリーポイントを身構えることができましたでも今回そうならずにですねトリプルボトムが崩れてその次なんですよその次に操作トップっていう形が見えてきたらどうだったかなってことですよねで現在ちょっと下落傾向が始まりまして えっと確かに127円の681あたりをつけてるんだと思うんですよ。ね。それで一時期はこの数字っていうのがだいぶ落ち込んだところもあってえっ、ー、と一時間足で見ますとね127円の085みたいなねそんなところも破ってましたよねだからかなりの下落幅で127円を割るんじゃないかなとで一瞬126円台に入ったってところまでありましたつまりは操作トップの後にそこまで下に突き抜けたってことなんですよ、まあ、そうなるとね 下髭を大きく出したところが見えると思いますけども陰線が大きく出た後にね陽線の下髭まあ上髭も出てましたけどもこの上髭下髭のこのクマみたいなねクマみたいなやつからちょっとだけ上がって今落ち着いてきたところかな127円の707前後うろうろしてるところかなっていうふうに思いますけどね、うん、で重ねて申し上げますけどもまずは補助線を引けること補助線が当てつぽうだともう仮説も何もあったもんじゃないんですよ で補助線が引けたら仮説を立ててみてフォーメーションが成り立っていればあそのフォーメーションに従ってエントリーポイントを探してみるみたいな感じになりますでエントリーする際は必ずロスカットラインを引くってことになりますよねはいじゃあ FX のことはこの辺にしときましてあのモネの家ね紹介の動画をこれからもあまあ毎回ではないかもしれませんけどもなるべく撮らせていただこうかなと思います、まあ、モネさんのね民泊が広まっていけばそれに越したことはありませんから そしてですね、6月7日なんですけどもモネさんのことをさらにね紹介するための対談の方も楽しみにしております、まあ、毎日お忙しい中限られた時間しか FX はできないと思いますが限られた時間だからこそ集中してできるとも言えますあの週に1時間でもいいんで必ず FX に向き合う時間をとっていただければ分からないことが分かるようになってきて慣れてない部分が慣れることによって実力は必ずついていきます あのつまり、ね、FX ってね諦めちゃう人が負けるんですよまあ何でもそうですけどもねえー、繰り返し申し上げますけど私も最初の1年は全く勝ったことなかったんですけど、ね、でも徐々に力をつけながら今に至るということなんでね是非 FX オリガルヒの一員として頑張っていきましょうそれでは以上です